スゴロク RDZD700W デジタルハイビジョンチューナーと 250GBHDD DVDR RW ドライブを搭載するスゴロクとはソニーが発売していた DVD レコーダーのブランドである。2008年1月までに全モデル生産完了した。2001年に同社初の DVD レコーダー RDRA1 を発売。 2003年にスゴロクブランドを発表した。同年には同社から競合となる HDD、DVD レコーダーを備えたゲーム機 PSX が発売されたが2005年に PSX が生産終了したため2006から2007年はスゴロクが主力ブランドとなった。スゴロクは PSX と同時進行で開発していたが PSX はくたらぎ県中心に 大プロジェクトとして開発され、スゴロクは少数人数の開発人だった。だが、田村正和や水野美希を起用し誰でも商品内容がわかりやすい CM を放映。また、他社に先駆けてアナログ BS チューナー内蔵モデルを発売したところ、NHKBS で当時、冬のソナタが放送されており、BS を撮りたいユーザーを中心に人気が出た。 それにより PSX よりで、結果として、スゴロクが人気 DVD レコーダーとなった。後に PSX の開発陣を吸収している。初期モデルは、性能的にすぐに陳腐化したが、2004年秋に登場した新スゴロクシリーズでは、旧モデルの問題点の多くが解消された。2番組同時録画が可能なモデルもある。VHS ビデオデッキを搭載するモデルは、 シャープの OEM 生産によるものがほとんどであった。デジタルチューナー非内臓器は2007年3月までにすべて生産を終了している。ブルーレイディスクレコーダーは次世代コーディスクの認知を優先するためブランド名をつけておらず、スゴロクブランドではない。また、2008年より次世代ディスクの普及を優先するために全製品をブルーレイ対応としたことにより、スゴロクブランドは事実上収束した。 同社のチャンネルサーバー国運から受け継いだお任せ丸録機能などが特徴。また、プロ野球などのスポーツ中継が延長になっても、後の番組を正確に録画できるスポーツ延長予約を最初に導入したメーカーである。また、放送時間が予約時と異なることになっても、電子番組表のタイトル名から追跡して録画時間を変更する機能。 放送内容の情報を検出し CM の前後や場面変換時にチャプターを挿入する機能なども最初に備える。PSX 発売後のモデルは PSX のクロスメディアバーや X アプリというコンセプトも受け継いでいる。また HDD 容量の大容量化には比較的消極的で最上位モデルでも 400GB となっている。 スゴロク以降で品番に A の付くモデルは PSPA の転送も可能。Linux カーネルを採用しているモデルもある。多くのデジタル放送対応スゴロクで、デジタル放送を VR モードで録画するときに、字幕を映像に焼き込む機能が搭載されている。ソニーは以前は DVD ラムの存在自体を認めておらず、2006年春、モデルまで録画はもちろん、再生すらできなかった。 パーソナルコンピューターのバイオでは先にスーパーマルチドライブを導入したもののスゴロクが引くラムの再生に対応したのは2006年夏モデルからであったただし2007年11月発売のブルーレイディスクレコーダーもラムは再生もできないなお BD レコーダーはスゴロクブランドではないためスゴロクのブランド終了及び大手メーカーでは最も早い DVD レコーダー市場からの完全撤退となった。ライバル各社も追随する、可能性がある。BD レコーダーについては、BDZ を参照。2003年2004年2005年2006年2007年2008年、すごろく以前2003年秋、モデル2004年秋、モデル2005年春、モデル2005年秋、モデル2006年春、モデル2006年秋、 モデル2005年春、モデル2005年秋、モデル2006年春、モデル2006年秋、モデル上述した通り2007年9月に、ソニーは、ブルーレイディスクレコーダーに注力するため、今後国内向けの DVD レコーダーの新機種を発売しないと発表した。現在のところ、ブルーレイディスクレコーダーは、スゴロクブランドではないため、スゴロクブランド、 およびソニーの国内向け DVD レコーダーとしては2006年11月に発売された下記の4機種が最終機種である。なお、RDZD700、D800、D900A には地上デジタル波、BS デジタル、CS110 度デジタル W チューナーや HDMI 端子を搭載していた。ちなみに VHS 一体型の機種に関しては、 上記4機種より半年ほど前の2006年6月に発売された以下の機種が最終機種である。2008年1月31日をもって最後まで販売していた RDZ-D700 も生産を完了し、これでスゴロクの歴史は終わった。なお、上記 D D、RDZ-D700、D800、D900A はスゴロクとして唯一ダビング銃に対応する。 ありがとうございます。